皆さんこんにちは、浜柳ケムチです。本日ご紹介いたしますのはこちら、アイバンの魅力的なラウンドタイプのアイテム E0512 という、丸メガネを本日はご紹介いたします。アイバンのアイコニックとなっている、カプセルコレクションと言われている500番台のアイテム E0512 というアイテムなんですけれども、同じくカプセルコレクションの E0509 というアイテムがあるんですけども、それに続くソフトリムを使用したコンビネーションフレームというのがこちらの方の E0512 というアイテムです。特徴的なのはこのラウンドタイプ、そしてこのブリッジ周りなんですけれども、1968年に、かのジョン・レノンがかけていたメタル枠を着想源にデザインされているというアイテムです。先ほどお話ししましたこの印象的なブリッジですね。このブリッジのデザインなんですけれども、偶然にも1980年代にアイバンが発表していた OF10 というアイテムがあるんですけども、それと全く同じデザインのブリッジが採用されていたというアイテムだったそうです。このブリッジもですね、一から新たに型を起こしてこのフレームのために、作り上げたという、復刻させたパーツとの組み合わせになっています。印象的なアイテムではあるんですけれども、正面からは装飾を配したデザインなんですが、このリム周りの一周する装飾ですね、こちらとつなぎ合わせるようにブリッジの上と下上下に装飾を施してつなぎ合わせているというアイバンらしいエッセンスを加えたアイテムになっております。1960年代と1980年代をミックスさせて、今のアイバンらしいエッセンスを加えたというアイテムに仕上がっております。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、かなり小ぶりなアイテムなんですけれども、このような印象のフレームに仕上がっております。この小ぶりな印象がまたかっこいいですね。好きな人にはたまらないサイズ感のアイテムになるかと思うんですけれども、この E0512 というアイテムはサングラスもありまして、通常のメガネモデルはこの横幅が 43mm というアイテムなんですけど、サングラスになりますと 46mm という一回り大きいサイズ感のアイテムがあります。こちらの方ちょっとタイトすぎるかなというふうに心配される方は、サングラスバージョンをメガネにカスタムしてもいいのかなというふうに思わせる、この完成度の高さもまた魅力的なアイテムです。装飾も施されてるんですけれども、かけてもそこまで、主張しすぎることなくさりげなく使っていただけるという、この品の良さのバランスの良さ、かっこいいフレームに仕上がってるんじゃないでしょうか。他カラーもご覧いただきたいと思います。今回入荷しておりますカラーがこちらの方 ECR との組み合わせのゴールドカラーも入荷しております。このプラ枠の部分なんですけども、クリア系フレームが経年変化で黄色みを帯びているような色合いのカラーになっております。ゴールドとの組み合わせがまたこの品の良さ、華やかさも演出してくれるという組み合わせのカラーになります。こちらの方をかけますと、このようにこのクリアな抜け感がまたいいですね。華やかさも相まって品よく仕上がっているというカラーになっております。ここ最近クリア系のパーツとの組み合わせというのがとても人気高いカラーになるんですけれども、このECR との組み合わせというのがまたポイントが高いんじゃないでしょうか。またこの ECR になるとですね、クリアフレームになっておりますので、このリム周りに、実は刻印で、プレスで仕上げたミル打ち加工が施されているんですけれども、通常のこういう濃い色合いだと全く目立たないところにも実は装飾が、隠れていたというのも見て取れるのも、こういうクリア系カラーの魅力になるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいい魅力的なフレームに仕上がっております。本日ご紹介させていただきましたのは、1960年代と80年代の、テイストが組み合わさってアイバンらしいエッセンスを加えたという魅力的なラウンドタイプのフレーム、アイバンカプセルコレクションの E0512 というフレームを本日はご紹介いたしました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。